枕やります。Thank you.
椅子張りのコスモスな秋の日の春なのにすいません。何気ない日だまりに揺れている、この頃の涙もろくなった母が、庭先で一つ咳をする、秋の歌かと思って、漢字に秋が入ってるんで秋の歌かと思ってたら春の歌なんですね、これね。木さん、はい、やりますか。何やりますか。僕実は5年間ぐらいボイパをやってなくて、元はねボイパとギターでその路上でやってたりしたんですけど、今日ちょっとだけやってみたいと思います。よいしょ、気をつけてきました。これで最後の曲になります。あと1年後、今この状況を多分皆さん覚えていてほしいと思います。僕たちはこの状況なんですけど、これからこの1年間頑張っていって、来年には妙高にたくさんの人がいる風景が見えるようになりますので、ぜひまた
会いましょう。じゃあ最後に糸歌います。最後糸で終わりにしたいと思います。皆様とのつながり、とても素晴らしい、清塚山桜祭りになりました。では最後糸歌いたいと思います。いきますか。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。人がいる景色を皆さんに見せたいと思いますので、来年また会いましょう。エラーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アンコールだそうですよ。まあ今行きましょう、行きましょう。何に行きますか。はい、行きます。綺麗に締めたけどね、俺ね。うん、綺麗に結構締めたけどね。締めたね。なんか音楽配信して、うん、iTunes とかで1位取ってんすよ、このおさん。お、すごいんすよ、本当に。あの iTunes のランキングで実はフォークランキングで1位取ってるゆるいおさんですけど、すごいです。何行きますか。桜。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を。
息の歌が聞こえる。ありがとうございます。じゃあ、ともちゃん、おいで。何でこれ。いやー、5年ぶりです。わかりました。いきますか。では、はい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 。なんか一人ずつ言いますか。じゃあ、ともちゃんが先順番に。はい。ありがとうございました。途中ハプニングもありましたが、無事、演奏ができました。そして、はい、私も大輝さんの生ボイパを初めて聞いて興奮しています。ありがとうございました。興奮しちゃった、トモちゃん興奮しちゃったえ、谷井君も興奮した。はい、そうですね、久しぶりに聞けて、はい、すごい良かったです。はい、いやー、はい、じゃあ帰ってくるよ。ピザ興奮した、え、興奮した。寝不足ですまあね、はい、今日終わりましたが、はい、そしてなんかクリーさんが遅れたのもピンチではなく僕はチャンスだと思っていて、こういうものがあって盛り上がったんじゃないかなと思ってます。それも全てね、あの妙子の意外の風さんとアトラクションさんのお願い、おかげだと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。